好きか嫌いか、わざわざ二択にするまでもなく、それはもちろん翔太くんは翔太？翔太は翔太さんは佐藤翔太は翔太さんって、さて今夜も東京楽しもうぜ。何今の流れ、やっぱ東京だわ。こいつ将来有望、5年後には年収1000万。高いところから喋んなよ。見下すなって言ってんだよ。お前みたいなやつはああいうタイプにあっという間に追い抜かれるぞ。俺はお前らとは違う、暗い道なんか歩いてるつもりないから。会えて嬉しいよ翔太。うちに来る気あるか？そういう流れか。翔太さんって意外と真面目なとこありますよね。みんな分かってるよ、この会社は佐藤で持ってる。え、翔太は何もやってない、誰だっていいんだよ。また会いたいよ。軽い気持ちで東京で生きるために結構必死で努力してたんだよ俺。一つ言えるのは、まだしばらくここにいようと思ってます、東京に。あなたはどうですか？